んで、とりあえず手に入れた宝石を売りさばくか。一気に10万ネカぐらいになったりしねえかな。宝石商の家行くのも、宝石商じゃねえや、あいつ何なんで親みたいな感じなのかな。なんでも屋の家に来るのも久しぶりだよね。あ、なに今日土曜日だから休み？あー、ダメか。土曜日だから休みか。いや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 。土曜日迎えるのも初めてか、そういえば。パン屋はやってるよな。パン屋って基本的に年中無休でやってるイメージあるんだけど。やってるよな。空いてますよ、どうぞと。ただパン屋来てもクロワッサン買うか。ああこのホームレス来やがった。クロワッサンはまだ一回も買ってないから、これを買って、いやもうお金ほぼないぜ。こいつがさ、うまそうだな言ってるから、こいつにパン、ベーカーってやつはよ、どうもうじうじしていけねえな。クロワッサンは、俺は食パンの方が好きだぜ、何か違いを感じるしな。はあ、うまさが胃の中から語りかけてくるって味だな。まあ、五臓六腑に染み渡るか。すげえうまい。こいつ今食べてくれたわけではないのか。いや、セリフが別にあれだよね、そんな変わるわけでもないし、アイテムなんかあれ消えないしね。うん、でも何かしらのイベントキャラだとは思うんよ。まあ、このゲームに出てくるキャラクターでイベントのないキャラクターはいないと思うから、まあ、まだそのフラグを立てきれてないっていうか、なんというか。で、あと、吉田、土曜日だからさ、もしかしたら吉田のセリフとかも変わってるかもしんない。おいっす、吉田。いいえ、なんだら。サイデッカーホナサイナだ。あと、夜の街の探索だよな。夜の街の探索も、ある程度したいんだけど、アイテム見せたらええでっていうセリフ言ってるのか。そういや、吉田に対してあんまりあれだな、使ったことねえな。パール、スタンダイズパールか。ワンダが指輪なくしたって言ってたけど、それちゃうの。ワンダって誰だっけ。食パン、パンやね。それを食べるとアクションリミットが回復するんよ。飢え死にせんように長旅に出るときは持っていかなあかんよ。お金の増やし方とか教えてほしいんだけどな。クッキーやね。それを食べるとアクションリミットが回復するんよ。飢え死にせんように長旅に出るときは持っていかなあかんよ。クロワッサン、全部パンやねだな。アクションリミットとその左上の時間制限のゲージの違いみたいのがあんまりまだ分かりきってないんだけど、中央噴水広場月読みの泉、そういう名前なのか。泉の中にコインがたくさん落ちています。なんか吉田すげえ荒ぶってんだけど、どうした。投げ込んでみる。うん、投げ込んでみるわ。コインを拾うっていうことできないのかな。で、土曜日花屋はどうなってる。ああ、通常通りの営業をしていますと。このフローラの夢を叶えるのめちゃくちゃ難しそうだよね。
で、あと夜になったら夜になったら吉田がさ、どうなんだろう、いるのかな。まあ夜中の街の探索でもできるようになるのめちゃくちゃ後だろうな。今はまださ、その、おじさんさん、あなたを待ってましたよ。なになになに、誰？うん、はじめまして。私、ムツジロウと言います。ムツゴロウのパクリちゃん。あなたに会うために、ちょっと遠いところからやってきましたよ。ところで、あなた、このスライちゃんを見て、どう思いました？スライちゃんってスライムのこと？モンスターだからしゃあない。モンスター、モンスター、極悪非道な怪物、化け物の意だというの。そうじゃん、スライムって。スライちゃんは何も悪いことしてないんですよ。それなのに勇者はスライちゃんを雷で真っ黒焦げにしてしまった。しかも動物を殺して経験を得ているんですよ。怖いですね。ああ、ボレ、ほらほらほら、かわいそうな魂がさまよっています。実はあの魂をあなたがキャッチすると生き返ることができるのです。そしてそこからラブも生まれますよ。おお、いいいいこと聞いた。もうあなたしか頼れません。そういった運命になっちゃってるんです。さすがアンチャー RPG。 おーおーおお、バットントンみたいなやつも出てきた。あーで、魂、もう勇者を止めることは誰にもできません。私たちにはあなただけが頼りなのです。これを受け取ってください。何？アニマルファイル？ああ、モンスター図鑑みたいなやつ。動物たちの死体を見つけたら、丸ボタンでそのファイルが開くんですよ。動物たちの特徴や元気だった頃の姿を見ることができるのです。キャッチのヒントが隠されていることもありますよ。それではよろしく、おじさん。またお会いしましょう。ん？動物図鑑って どこで見るんだ？ああ、何これ。はあ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 。これなんか選べるんだ。プレイ。おうおう。34って書いてるのはなんだ？これは？ああ、アイテムってこんなにいっぱい持てんの？トータルのストックっていうのは貯めておくってことだよね。こんなに種類あんの、このゲーム。はあ、謎だね。あ、そういえばさ、なんだっけ、 MD 手に入れたよな。あの MD をさ、ここで、受けたりとかするわけではないのか。いや、意味がわからん、この画面。え、これ何ボタンで戻ったらいいんだ。いや、戻り方がわかんない。え、どうやって今戻ったんだ、謎だ。ああ、丸ボタンでモンスターを調べられますよと。飛び跳ねて移動する軟体動物、先端の突起部分を指でつまむと喜ぶ。はあ、毒になってなかった今。キラド、ピンクコウモリが進化した新種のコウモリ。夜行性で昼間は寝ている。超音波は主に冠婚葬祭の時に使用。これだけなんでドクロマークみたいになってるのかよくわかんないんだけど。ああ、こっちもだ。多分、このコウモリの死体は夜じゃないとどうにもできないみたいな感じなんじゃないか。で、もう一回、出てくるから、こう。はい、キャッチ。はい、戻した。これラブ回収、ラブ注入できんじゃない？うん、なんか変なの出てきたけど。スライ救出するでちゅ。え、あ、お金を落としてくれた。驚大好きみたいな感じでお金をくれた。はい、ラブ注入。100レカもらっちゃった。やったぜ。これ下いける？
あ、もう、やめよう。下行きたい気持ちもあるんだけど、もう HP の減り考えたら、活動しない方がいい。んで、ばあちゃんとかが、まだ活動中ね。あの指輪、なんつったっけ？ワンダだっけ？ワンダとかいうキャラクター、全然覚えてねえな。お城の中に、そんな名前のキャラいたっけ？うわぁ、まがまがしい。大怪獣物語思い出すな。それもラブ、これもラブ。ああ、そうだ、ラブ手に入れたからこの画面になったのかな。そして動物たちの魂からラブです。スライ。おめでとう。おじさんのラブがまた一つ深まりました。これでおじさんはラブレベル2、愛の見習い。次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。大丈夫かこれ画面。あー、オッケーオッケーオッケー。毎回ヒヤッとするんだよな。で、これが日曜日。あ、ラブが最初から増えてる。ラブのレベルが2になったから、制限時間が何も食べてないにもかかわらず、夜まで過ごせるようになってる。ほんのちょろっと夜まで過ごせるようになってる。レベル上げていけば、まあ、2日3日ぐらい徹夜貫徹しても大丈夫みたいな、そういう状態になるんだろうな。で、クッキーをいただいて、歩く速度もうちょっとどうにかならんかな。この普段の歩く速度もラブを極めれば徐々にどうにかなるのかな。まあ、どっか夜のタイミングであれだよな、このキラドーの魂も回収しておきたいよね。吐いて下の世界。いや、またなんかよくわかんないところ。あ、そうだ、なんかこのスプリングみたいなのあったわ。レインボーロックスへようこそ。レインボーロックスの由来。虹色の岩に囲まれていることから、ここはレインボーロックスと呼ばれています。かつてここは岩だけの殺風景な場所でした。そこにある日突然大きな虹が現れたのです。この虹は一年中消えることがありません。その色が岩に焼き付いて虹色の岩になったのです。虹について、このボードに描かれている虹のイラストをご覧ください。七色はこの順番で並んでいます。あれだよな、紫外線と赤外線だよな。紫が一番外で、あ、赤が、いや、まあいいや、今の説明あんまり聞かなかったことにしてくれ。まあ、とにかく、紫外線と赤外線っていう言葉の、まあ、下りをちょろっと言いたかったんだ。で、七色はこの順番で並んでいますと。赤、オレンジ、黄色から始まって、最後は、まあ、徐々に青っぽい感じになっていくと。この順番に何か特別な意味があるんでしょうか？あるんじゃないの？何かを並べてこの順番にするんじゃないのかな？恥ずかしいわって何？恥ずかしいわ。この近辺に生息している、亜光性多節足、多節足生物の一種。ムカデみたいな、そういうあれなん。一見岩に似ていますが、人の気配を長時間感じると気まずさに耐えきれず動き出します。そうなんだ。なんかこういうのがそうなんじゃないのかなと思って。違うかな。一見岩に似てますがとか言ってるけど、違うか。いや、これじゃない可能性もあるしな。あ、なんか虹。おおお、え、なにこれ。これが、え、あ、これ恥ずかしいわじゃない。あー、なんか動いてる。おお、
そういうことか。これ何？あ、死体か。でもこいつ見たことないわ。食い倒れ、食堂食い倒れ堂の一人娘、馴染みの客から看板娘と呼ばれていたのを履き違え、今では自分が看板そのものになることを強く望んでいる。ちょっと何言ってるか分かんない。いや、意外と広いな。あ、ここにもなんか死体がある。これ何の死体？千匹ミミズ。伝承によれば太古の時代、千匹のミミズが合体して一匹の大きなミミズになったという、なんかそういう逸話みたいなのあるよね。なんか猫が化け物になったみたいなさ。セミワル。木に止まって大声で鳴くことで、長かった地中生活で溜まったストレスを発散してる。セミってそういうことだったんだ。あれ、ストレス。まあ、7年間も地面にいたら、そりゃストレス溜まるわな。あんだけ大きい声で泣きたくなる気持ちもわからんくはない。あ、恥ずかしいわ。オラ違うかんな。あ、度胸座ってっからよ。ちっとも恥ずかしくねえぞ。そんじゃな。違ったわ。これ大丈夫か？結構遠いところまで歩いてきちゃったけど。え、なにこれ？別の死体がある。スラコ、恥じらいがちな女の子、いつも赤面していた。左上に 何か映ってるぞ。あ、スラコの魂か。赤くなったという、説もなきにしもあらず、あだ名はベス、うん、スライムベスってことか。あれ、スラコの、あ、いや、ここにいなかった今。どうにかなんないか。多分近づいたらダメなんだろうけど、いずれ何かしらのアイテムを手に入れたらどうにかできるみたいな。これ何？フローレンス、ワンダ。ワンダとフローレンスって、あの酔っ払いのバーテンダーの人がフローレンスって言ってたけど、フローラとフローレンスは別物なのか。で、ワンダとフローレンスがそういう何、恋人同士的な関係なのか。おいお前誰で、森は生きてるんだ、木が泣いてるぞ。そんな落書きをして木を傷つけて、血の通った人間のすることか。いや、俺じゃないんだけど、てかこいつの自作自演なんじゃないのか。この後の戒めのセリフを忘れた。兄ちゃんと姉ちゃんに怒鳴られる。帰る。おお、ラブを手に入れた。なぜ手に入れたのかよくわかんないけど、まあ、とにかくイカれた輩だったぜ。ああ、やべ、やっちゃった。やっちゃったか、これ。今日いろいろイベントが進んだから、ちょっと手作りクッキー食べて、ちょっと元気にして、大丈夫かな、ある程度歩けるうちに歩いて。いや、歩きが遅くなった瞬間ってさ、そもそもステータスがどうなってんのかっていう話なんだよな。ハートが2個あるけど、1個ちょっと点滅してる、色が薄くなってるから、つまりそういうことなんじゃないかな。あのハートが、ああ夜になった、あのハートが少し回復するみたいな感じなんだろうな。え、アニマルゾンビエルモ、他人の縄張りを非常に気にする、しかし自分のテリトリーを作ろうとはしない謙虚な犬。ああ、いや、そういう心構え大事よ。おお、誰かの亡霊。あー、これあれだな、ちょっと歩くの遅くなってる。残り1しかないよっていう、そういうことね。あれが1になると歩くのが遅くなるってことか。あ、ユーズじゃない、食べたいんだ。食べるを選んで、はい、これで、あー、やっぱそうだ、回復もしてるし、アクションリミット増えて、
なおかつその生存できる時間も増えるっていう、そういう仕様ね。あ、めっちゃほほー言ってるわ。おおお、なに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 、土屋太鳳何してんだよあいつ。でこのバットントン、このバットントンの魂、夜行性で昼間は寝ている。あ、見つけた。あ、キャッチ。いや、いいね。サルゲッチやってるみたいだね。やったことないんだけどさ。はい。で、こいつ。キラード救出するでちゅ、ビビビビ。で、お金もいただいて。いや、いいね。ラブが増えたから。あ、めちゃくちゃ見ですよ。150年か。おやしい！あ、で、出た。豪快の、豪快に出たわ。で、これでラブが上がったことによって、何も食べてなくても、その、デフォで、今と同じぐらいの位置まで、行くんじゃないかな。その、タイムリミットゲージみたいなやつ。で、一旦寝て回復して、俺もモンスターを飲んで回復。ん？また雰囲気違う画面だったな。おじさんの集めたラブは、モミのお説教を聞きました。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からラブです。キラド、おめでとう。おじさんのラブがまた一つ深まりました。これでおじさんはラブレベル3、愛の第一歩。また 1ラブでいいんだ。まだまだ世界ではラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。いや、長えんだよな、このロード時間よ。大会中物語やってた時の戦闘を思い出すわ。あれもなかなか長かったからな、その暗転してるロボット時間。で、今は、これ、月曜日？月のマークになっちゃってるけど、月曜日ってことか、月だから。そういえば日曜日、何の日だったのか確認しなかったな、三日月の日。で、お金259まで増えたか。で、ラブレベル3で、アクションリミットも5個ある。アクションリミット、これハートの、スペース的にあれだな。16くらいまで増えそうだよね。いや、そんぐらい増えればさ、もう探索、やりたい放題探索できるよね。で、ワンダっていうやつ、探しに行くか。もしかしたらあの、シチアの名前がワンダだったりすんのかな。シチアというか、シチアなのかな。なんでも屋的なやつ。土曜日に休んでたやつ。え、なになになに？あの緑のやつ何？ネカガエル。昔から噴水公園に住み着いている。月のかけらでできたコインが大好物。お金をあげればいいの？でもお金を渡すみたいなのないぜ、選択肢で。パール。ダメか。もう勇者が暴れまくってさ。コイン、いや、いいか。勇者暴れまくってるせいで、町中にモンスターの死体が散らばってるのどうにかしてほしいな。なんかくんねえか。やだ。冷てえな。そんなことじゃろくな大人になれないぜ。こいつだってハエ選んだとしてもさ、俺はそんな小じきじゃねえよ。冗談だぜみたいな感じのこと言うじゃん。だからどうしようもないんだよな。まあ、いつかドンピシャのものをあげれば、どうにかなんのかもしんないけど。え、これも死体？マッカーサン。マッカーサーだろ。チェーンスモーカーで、支援に敏感な GHQ 上がりの、減衰気取り。もろマッカーサーじゃねえかよ。で、こいつらに土曜日と月曜日休業してんの？なんだよ、なんかせっかく、アイテム手に入れたやつ、売ろうかなと思ってたのに。
まあお城の探索するか、まあこんだけ今 HP がいっぱいある状態だったら探索もねそれなりに自由にできるよね。うん、鳥吉田はいいか、話しかけようと思ったけどとりあえずする。お城の中でもまだ探索できてない部屋とかもあるから、あと王様に話するっていうのも結局できてないんだよな。はい、鳥に餌やって。でもこれ先に勝手におじさんがお城の中に入ったらさ、王様も入ってこない？そういうわけではないのか。さっき入ってきたような気したんだけど、あれは外でちゃんと時間経過するまで待ってたから入って来てくれたっていうだけなのかな。この渡り廊下無駄に長くしてんの本当にクソだと思うわ。はい、で奥の部屋、ここが最奥であってほしいよね。また廊下？また廊下あんのかよ。これ隅々まで探索するってなったらやっぱ HP10 以上ないときついよね。なんか雰囲気違うな。1回10ねか。あ、入れる。双眼鏡か。デパートの屋上とかにこういうのあるよな。はあ。左右キーで景色を見れるみたいな。何が何を表してるのかよくわかんないんだけど。これ完全に覗きちゃう。どっからホテルの一室を覗いてるよね。で、これは何なのか分かんないんだけど、屋根か。でも時間全然違くない？これ昼間なのにさ、なんか夜っぽい雰囲気で出てるぜ。で、どっかの南の島的なやつ。で、これも、なんか望遠鏡で天体観測してるみたいな感じになってるよね。あ、で、これで一巡したのかな？はい。何を表してんのかよく分かんない。トンボこんなにいたっけ？トンボの数がすごい増えたような気がする。ちょっともう一回見せてくれ。いや、トンボもともといたか。俺がさっきなんか双眼鏡の存在に釘付けになったせいでトンボがいたにもかかわらず全く気づかなかったっていう、その可能性もワンチャンあるよな。で、あとは反対側の部屋。これでお城の中はコンプリートしたんじゃないかな。で、ワンダってやつが結局探せてないんだよね。お国の歴史。治水の年、13月の七、炎の日、謎の天変地異、月の輝き消失。同年100の災い起こる、国中が大混乱の大騒ぎになった。滝つぼの年、10月の10、山彦の日、白羽の矢、義執行。粉身の年、9月の7、三日月の日、旅立ちの儀式。何を言ってんのか、全くわからん。で、読みたくないものをまた見てしまった。これ、オープニングのデモムービーの時にも、なんか長ったらしい文章書いてあったよな。編集中に、一応全部確認したんだけど、あんまり頭の中に入っていない。なんか、ノムリッシュ翻訳みたいなさ、感じの、中二心をくすぐるような、内容の文章だったっていうことは覚えてるけど、やべえな、ちょっと足遅くなってきたな。ワンダってやつ、あ、こいつワンダ？違うか。ちょっとパール。え、何これ？いや、こっちじゃねえな。こっち。太陽の日って言ってたな。そういえば言ってたけど、もう完全に忘れてたわ。てか、テラスって、あ、さっきの、あれか。望遠鏡のあった、望遠鏡ってか、双眼鏡のあった場所か。太陽の日、日曜日にテラスに行けばそのイベントが起こるってことか。はい、これ使える。でも今もう月曜日だからしばらくそのイベント見れないんだよな。何これ。
こいつらではなかった。ワンダってやつマジで覚えてねえな。あの留学生の留学生のやつも違うよな。あー、ま、ちょっとまた足遅くなってる。これ大丈夫か。ちょっとクッキー食べて、はい、元気になりましたと。あれ夜の時間増えてねえな。あれ以上行かないのかな。ただ足が元気になるだけで、もしかしたらどうにもならんのかもしれない。いや、もう時間も時間だから、とりあえず今日はこれで一旦消えるぜ。結局あの月の上の方に出てるやつ何か分かんないよね。右上の方に出てる点滅してんの。ああ、でせっかくだから話しかける。あ、フクロウみたいなやついる。うるせえな、静かに寝かしてくれよ。ちょ、このフクロウ、知らない知らない村人がいる。え、今の知らお前誰だ。え、私の名前はイビリー、よろしく。ちょっとサンライトパーダあげるよ。なんだバーに向かって歩いてったんだろうな今な。まずいまずいまずい。またクッキー使って、いや、マジ食べるを選ばないと。はい、食べる。おお、だいぶ炎上された。え、カエルの霊みたいなやついる。あ、こいつか。え、これでもどうやって取んの。取り方が分かんないっていうことをしてたらまた時間がなくなって、ちょっと足がノロノロになって死んでしまうから。いやー、あれだな、まだ夜の街の探索なかなかうまくいかないよね。まあでも今回もう動画が区切るけどさ、まあ、2パート続けて撮ってたと思うんだけど、なかなかあれだね、実りのある2パートだったと思うわ。下の方の道の探索もできたし、なんかモンスター図鑑みたいのも手に入れたし。これパートどんぐらいになるんだろうな、最終的に全部コンプする頃には。まあ、とりあえず今日はもう休むわってことで、ベッドで寝て終えるか。次回に続く。